今それをすべきなのかと、ミスリードをしてはいけないし、官邸に対してもですね、やはりそこは釘を刺さなければいけないのではないかと。自民党の会合では9月入学の制度を検討することが最優先課題ではないとの指摘が出されました。その上で今考えるべきことは、経済的に苦しくなった学生への支援や休校中の学びの保障だとする意見が相次いだということです。9月入学に関する今後の議論の進め方については、課題を整理するということにとどめました。